スクモ駅は、高知県スクモ市駅前町一丁目にある、土佐黒潮鉄道スクモ線の駅。同線の起点で、駅番号は TK47。四国最南端、高知県最西端の駅であり、JR グループを除いた特急停車駅としては、日本最南端でもある。事故前の駅舎当初、現在の東スクモ駅を、スクモ市の中心駅として予定し、 愛媛県側への延伸も考慮した中間駅として計画されていたが、建設時に、スクモ駅は、市の中心部から西方に約1キロメートルほど離れた、現在の位置へと変更された。人口分布から見れば、いささか不便と思われたが、市中心部と臨港部の片島地区の双方に便宜を図ったためとも言われる。そのため、市中心部へは隣接の東すく駅が近いが、 当駅開業後周辺がにわかに発展し始め、逆にこれまでの市中心部が錆びられるという現象が生じ始めている。現在の駅舎は当駅より西方のグスクベ、宇和島方面への線路延長を前提としない構造である相対式2面2線の高架駅。レール終端部には車止めが置かれ、その先に設けられている2本のホームの連結部に、 駅舎1階に通ずる階段及びエレベーターが設置されている。各ホームの有効長は5両編成対応の112メートルと4両編成対応の91メートルである。夜間対白が設定されているが、特急列車は中村駅まで改装される。1日の平均乗降人員は以下の通りである。バス乗降場駅南口にバス乗降場が設けられている。 ありがとうございます。